はい、どうも皆様、こんにちは、グリードです。お久しぶりですね。いつぶりだろう。前回の活動休止の動画を上げてからかなり時間が経ちましたね。本当にお久しぶりでございます。今回はね、1月の27と28に行われた党会議の、ラッシュゲーミングの様子を動画にしてきたので、その動画と振り返りをちょっとしたいと思います。今回はね、かなりイレギュラーな形になってしまったので、僕がね、目の病気のため、ちょっと急遽ね、本当活動休止になってしまい、そこでライトを迎え入れて、さらに新メンバーの五郎くんをいきなり、2メンバー変わった状態での、大会でした。今大会は1日の試合が本当あっという間に進んだ形だったので、今回はその3試合やったんですけど、その3試合の様子をもう一気に流したいと思います。というわけで動画へどうぞ。昨日俺11時半くらいに着きました。だよね、めっちゃ遅かったよね。新幹線死んでましたあの みんなハントがさ、誰もこう反応ないからハントマジでなんだろう、そのまま寝ちゃって千葉の下の方まで行ったんじゃないか説がすごいね濃厚だったんだよね、マジで。どうなの今日のコンディション的には。いや、もうバッチリ今ちゃんと寝たね。寝れた？めっちゃ寝ましたね。新幹線でも寝たから、ああ実質だいぶ睡眠とってるんだよ。いいかな。俺 M したら俺だいぶあんの、まずあれなす韓国っぽいな。いや、そうっすね、マジでめっちゃ主役しますもん。いや、もう見たもんだつうのもだって白っつって白いな。はいっす。お前本当コロディアね。うちにしてね。みんな来たね。去年と一緒だ。裏感じ。やばい。完璧。なんかちゃんと敵がやってきたことに対してちゃんと対処できてたから一番いい。ナイスナイス。例えば最初経験して A 行くじゃん、全員
そのまま A ダメだったら丸から引いて全員でローテするじゃん、うん、もう敵からしたらすげえ分かりやすいから、うん、例えばローテするタイミングで丸に2人だけ残すとか全員じゃなくて A に残せば敵持ちは勘違いするから、うん、向こう何番するまあそれはいいやろ任せればいいですね、うん、俺らがピックすればいいよ向こうはねだからまあサーズと5マップ目のあ4マップ4か4マップよしすぐ2試合目だねナイスコントロールスナイパーですかこれ結構あウィナーズ3回戦進出を決めたのはサイクロプスアスリートゲーミング もうすぐルーザーズ2回戦ですはい、というわけで、これが投開儀の様子でした。本当にね、試合の間が今回全然時間がなくて、本当あっという間で進んだ形だったんですけど、まあ、とにかく今回僕のせいでね、本当イレギュラーな形になってしまったので、メンバーたちには、本当、新メンバー入ったばかりなのに、さらにまたメンバーを変えて、大会までに2、3週間で調整しないといけないっていう、状況にさせてしまったので、そこは本当申し訳ないし、僕自身が出れなかったのが本当に悔しいの一言です。1試合目は本当に好調に勝てて、もうすごく良かったですけど、やっぱ2、3試合目は、まあ、接戦になり始めた時に若干こう差が出始めたかなっていう印象でしたね。まあ、コントロールとか、まあすごい圧勝で勝てる試合ももちろんあったんですけど、ハードポイントサーチはなんか接戦になり始めた時にちょっと冷静さがなくて周りを見る力もなくなり始め、ほんと基本的なことをね、できなくなってしまい、そっから崩れちゃったかなっていう印象でした。まあ、僕もずっとね、大会出てたんでわかるんですけど、やっぱ本番っていうのは 100% の力はもちろん出せないので、まあ 70% ぐらい出れば、本当十分なんですけど、まあ本人たちはその 70% も出せずに、なんか終わってしまって、とにかく悔しいと言ってたんですね。まあ本番は本当にスーパープレイを出すとかじゃなくて、本当地味な基礎的なことをできた方が勝つと僕は思ってるので、やっぱ今回は最後の場面でそういうのがちょっと欠けてしまったのかな、とはね、僕は見てて思いましたね。まあ、本当に今回はライトにありがとうですね。本当ライトのおかげで、まず大会に出ることができたし、まあ本当、オンライン予選を突破して、投開儀まで連れてきてくれたことは、もうそれがすごく、すごいですし、僕自身もすごく嬉しかったです。で、彼はオフライン初だったんですけど、もう一発目からかなりチームを引っ張るようなプレーもしてたんで、まあ、僕は本当ライトで良かったなと思ってます。でね、まあ、投開儀終わったんですけど、今年はね、本当に大会がすぐまたあるので、もう1ヶ月半後、本当1ヶ月半後ですよ。1ヶ月半後にまた日本代表決定戦がね、次あるので、もうすぐ次のことを考えないといけなくて、まあ、まず新メンバーを探さないといけないですね。僕がまだ復帰できるか正直わからないので、新メンバーを探したいんですけど、まあ、いかんせん、日本のね、このコット e スポーツ界は、やっぱりまだまだ、まあ、人が足りなくて、どのチームも
まあ、こうメンバー不足、本当新しい人を見つけるっていうのは本当に大変なんですよね。なので、まあ、皆さんもね、今、まあ、カジュアルそのランクマッチだけやってる人もぜひやってほしいなと思ってます。まあ、今年はね CWL のこう日本代表決定戦は本当プロとかアマとか関係なく誰でも挑戦できます。まあ、本当ね今さっきも言った通り本当人手が足りないので、アメリカみたいにねこういろんな選手がコロコロいるわけじゃないんでなかなか大変なんですけど、まあ次に備えて僕もね、まあ、選手としてはちょっとどうなるか分かんないんですけど、本当チームをサポートする側でやれることをやりたいと思います。そして今回は本当にラッシュゲーミングの運営の方々に本当に助けていただいて、オーナーの西谷さんやマネージャーの聖也さんだったり、本当に彼らがいなかったら今回もうチーム崩壊してただろうし、大会も出れなかっただろうし、メンバーも見つからなかっただろうし、本当に感謝しています。そして今回応援してくれた方々、ありがとうございます。で次なんですけど、僕2月の11日にちょっとフランスに行くことになってて、またその情報は動画とかでも話そうとは思うんですけど、近くなったら、まあ、選手のグリードとしてじゃなくて、そのラッシュゲーミングのコーファウンダーのグリードとして、まあ、ちょっとお仕事で行ってきますという報告です。はい、というわけで、こんな感じで終わりたいと思います。今年は僕いろいろいきなりお騒がせしてますが、ぜひ今年もよろしくお願いします。というわけでバイバイ。Couldn't stop us like a good drug. Yeah. Never run. We hook up in my car, drive it so far. Play your guitar, you'd show me your art. Let down our guards, think with our hearts. Stare at the stars, we were never apart. Drinking too.